第320回ストイック公開テストの、感想。ナレーターが変わりましたよね。出てきた表現がついに正解に出てきたりとかで、それぞれの難易度について発表していきたいと思います。これがやっぱりだいぶ難しくなってる。始まりました。もちゃチャンネル。さあ、受けてきました。第320回ですね。2023年4月23日午前のトイック公開テストの感想を言っていきたいと思います。ちょっと、まだ声がね、戻ってはいないんですけども、受けてきました。初めての会場ではなかったんですけど、初めての部屋というか、なんかね、机が、こう、壁にくっつけられてるせいで迷路みたいになってたな。通り抜けられると思いきや通り抜けられないみたいな、そんなのが多くて嫌だとこだったんですけど、スペースいっぱいあるのに二人掛けのその壁側だったんで、こう出入りがすごい大変。一個一個の机のスペースはすごい狭いんで、なかなか通り抜けられないんで、まあいつもねトイレ行くんですけど、その試験中に解き終わったら行ったりとか途中で行くんですけど、今回はまあ狭いから行ったら迷惑かかるだろうなと思って行かなかったです。ナレーターが変わりましたよね。日本語のナレーター、まあ今までね、非常に有名な堀内さんですよね、有名な方だったんですけども、新しくなりました。で、新しくなって、まあ、堀内さん高いから変わったのかな。で、変わって、で、内容が新たに加わってて、まあいわゆるマスクとかはね、そう、マスクしなきゃいけないとかっていうのを聞いてたんですけど、何が新たに加わったかっていうと、デジタル学生証をお持ちの方はっていうのが加わってましたね。なるほど、今学生証デジタルがあるんですね。その方は携帯電話で見せた後に携帯電話切ってください。そう、身分証の確認の前に、あの携帯とかデジタルのデバイスの電源を切るのがあるので、だからちょっと面白かったなと思いましたね。まあトイック自体も非常に現代化してるなっていう印象ですよ。もう、あ、まあ今までこれ出てこい出てこい出てこいって言って何度か出てきた表現がついに正解に出てきたりとかですね、はい、レベル上がりましたね相当。だから絶対に見といた方がいいんです。試験終了後のライブ配信してるじゃないですか。あそこでね、こんな表現が今回出てきたよとかっていうのが、実際その時は正解になってなくても正解になるんですよ。いやー来たって思ったね。だから多くの人はその表現知らなくて答えられない、場面が分かんなくて答えられないっていうのがたくさんあったと思います。はい、会場で面白かったのは、まあ、厚エゴの厚さんと同じ髪型の人が入ってきてね、まあ、ツイッターでも言ったんですけど、あ、トゥエルでも言ったんですけど、その同じ髪型の人が入ってきて、おぉみたいな、厚さん似てんなって思って、まあ、厚さんの普段着とかも知ってるんで、あれめっちゃ似てるって思って、普段着とあとマスクとかもね。で、まあ、顔は違ったんですけど、でも似てんなって思って、めちゃめちゃ近くに座ったんで、多分ね、受験会場で見かけたらね、僕ら二人がめっちゃ近くにいて、みたいに思った人もいたかもしれないんですけど、ただその試験終了後にも全然髪型変わってたから、あ、やっぱ相当こう試験受けながらつってこうやって苦労したんだろうなっていうのが伺えました。はい、ではどんなんだったのか、それぞれの難易度について発表していきたいと思います。まずは Part 1ですね。 Part 1がね、これが難しかったね。まあ、やや難投しときます。いや、今回むずい。まあ、よく出る表現なんだけど、その表現でこの写真を表すみたいなね、2枚ぐらいすごい難しいのあったよね。いや、まあそれしかないんだけど、まあ消去法を使えばね。でもこの写真でその表現、納得いかんみたいなのが、まさか2問もあるとはあんまないですね。2問も納得いかないよみたいになることはないので、ちょっと変な写真でしたね。あんま納得いかない。続いて、Part 2。まあ、Part 2普通としときますかね。なんか偏りがすごかった気がすんだよな。だいぶ、なんか C が出てこなかったんだよね。なんか AB にだいぶ偏ってたんで、あ、まあだから私、最後まで聞かないで答え出すから、めっちゃ難かった。A でもう変化球が来た時、マジかってなりながらやってましたね。で、あとそう、耳がね、私まだ難聴状態なんで、それがね、大変だったんだけど、そう、しかも、厄介なことに、ずっとマイクでこうアナウンスするじゃないですか。そのアナウンスするためのスピーカーが、まあ、上に吊るされてるんだけど、それがずっとオンなのね。だからザーって音がずっと流れながらの試験だったんですよ。で、だから音声自体はそっから流れないの。リスニングの音声自体は変な、なんか安いね、あの安いって言っちゃいけないですけどね、スピーカーね、あの IIBC のスピーカー
いやいやいや、こっちから出せよって思って。で、ザーって流れてて、ずーっとうるさいなって思ったら、試験中切ればいいのにね、終わった後のこれ試験終了ですってとこから入れればいいのに、なんであんな雑音がザーって流れて、まあまああれぐらいの雑音じゃなんとも思わないんですけど、はい、ちょっとね、不親切だなと思いましたけどね、はい。まあ、なんちょはだいぶ良くはなっているので、前みたいに、やば、ほぼ聞こえないみたいではないので、まあ、そこまで気にならなかったですね。続いて、Part 3。Part 3は、いや、まあ、ややなんかな、まあ、難しい表現が正解になったりとか、選択肢でも出てきましたね。まあ、デジタル化してるって感じですね。ああ、こんなのが正解に入ってくんだなっていう風にね、ちょっと思いましたね。やっぱ、パソコンとかちゃんとやってる人とか、まあ、勉強してたり、使ってたりする人にはやっぱ有利かなと思いましたね。仕事で特にね、使ってる人。そしてパート4は、これがやっぱりだいぶ難しくなってる。パート4の難易度が高くなってるっていうのが印象ですね。やっぱ場面が浮かびにくい。で、自分自身は別にトイックだけじゃないので、いろんなもの普段から聞いてるし、まあトフルだったり英検だったりっていうのをやってきてるので、場面が浮かぶんですけど、やっぱトイックだけやって、できててもこんな場面浮かばないでしょうっていうのがあったんで、それがきつかったですね。英検準1級のパート2ですね。これが苦手だって人多いんですけど、まあそれに近かった。だいぶなんか英検の本当試験受けてるみたいな感じで、いやこんな仕事出てくんだなっていう印象ですね。いやもうだいぶ難しいなって思いましたね。いや受けた人大変だったと思いますよ。まあ、自分自身は多分リスニングが間違った問題はないと思います。あでも一番最後の問題がちょっと悩んだな。悩んだけど、でもあれリサイクル問題だったから多分大丈夫だと思うんだよね。同じ問題だった去年受けたのと。でももしかしたら間違ってるかもしれない。100問目だけ。はい、続いてパート5ですね。リーディングに入り、空所補充ですけど、空所補充は、まあ優しめかな、うん、難しいものがほぼほぼなかったですね。単語も優しかったし、文法も優しめでしたね。まあちょっと、あ、ワイルとウェアアズとかが並んだのは初めて見たけど、うん、あ面白いなと思いながらやりましたが、まあ有名なやつが並んでたかな。語彙問題もそこまでレベルは高くなかったと思いますね。続いてパート6、これですね。これが、まあ、やや難としておきますね。普通に解けるのもあるんだけど、文相入問題とかむずくて、接続副詞問題が多かったね。だいぶ。うん。多くて、で、さっき言った、この単語、ついに正解に来たなっていうのがあったんで、その単語まだほとんどの人は知らないです。受験生。だから正解を選ぶのが相当大変だったと思います。でも反省会ラジオでは、ね、何度か話してますので、はい。やっぱり聞いてくださいね。はい、皆さん本当に聞いた方がいいですよ。それについてパート7ですね。いや、これむずい、むずいって何がむずいって長い答えを探すのが大変だと思います。やっぱサジェステッド問題が多く推測できるやつ。量が多かったんですよね。だから結構余裕で終わるかなって思ってたんですけど、5、6そんな時間かかってないのになって思ったけど、意外とギリギリだったんで、なんか余裕持って解けるだろうなって言って。で、まあ、特に自分自身は照らし合わせ問題とかすぐ解けるんで、選択肢でわかるんですよ。どうせこれが答えでしょって言って。で、その答えを探しに行くだけなんで、あ、ほら、やっぱりってやるだけなんで。もう本当に選択肢からそのトリプルパッセージもダブルパッセージもこの照らし合わせは全部当たってましたからね。こうやって答え出すだろうなとか、どうせこれが正解なんだろうなっていうので全て当たってたんで、やっぱパターンあるんですよね。そのパターンを抑えるっていうのが大事ですから。だから皆さんちゃんとね、メンバーシップレベル2の動画とか見ておいた方がいいかもしれませんよ。はい。で、そんな感じでサカサカ解いてったから全然余裕なんだろうなって思ったら、その見直しするんだけど、パート5見てて、それで途中ではい終了ですね。あ、私時計持ってかないから終了ですってなったから、え、嘘って思って、もっと見直す時間あると思ってたのにってね。そうだから10分以上余ってたのかなと思いきや、そうじゃなかったんで、意外だなって思いましたね。どうでしたか。ぜひ皆さん受けた方ですね、感想の方お待ちしておりますので、ぜひともコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.